横浜市戸塚消防署からのお知らせです。住宅用火災警報器の点検はしていますか？住宅用火災警報器は台所や寝室、階段の踊り場に取り付けます。取り付けた後は定期的に点検をしましょう。ボタンが付いているタイプはボタンを押して点検をします。テスト中です。紐が付いているタイプは紐を引いて点検をします。テスト中です。住宅用火災警報器は取り付けしてから10年を目安に本体の交換をしましょう。